とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンはボスラッシュですね。ザコも一緒に出てくるので結構めんどくさいです。はい、まあ、とりあえずザコ処理から頑張っていきましょう。ザコと一緒に来るととても戦いにくいので、まずはザコをすべて片付ける。それからね、スタートしていきましょう。 OK、 めんどくせえ、ほんとに。これね、21回だからラッキーかと思いきや、そう早くいけないのでね、あのめんどくさいボスが多すぎて、なので集大成はそこまで向けないのかもね、おそらく。はい、一回報酬でバジーネスト取りましょう。このバジーネストがないとこの2階が結構きつい、なのでバジーネスト取ってください。よし、で敵が多いし火力が高いので、でも攻撃モーションはそこそこ分かりやすいので、この馬が跳ねた時に確実に、避けるようにしてください。しゃあ、なんじゃない、どうでもなかったか。 OK、 ここがねちょっと苦手っていう人も多いかもしれない。敵の攻撃力がとにかく高いのよ、もう2回にしてはやたらと高い。 OK、 はい、おしまいでーす。まあ8があればそこそこ楽にいけると思います。でここパワーシェイカーが俺おすすめです。まあ武器変えてもいいんですけど、パワーシェイカーがあると、後々楽、特に邪悪なレース、あいつがすごく楽になるので、これは絶対取った方がいいかなと思います。でここは、密着して叩くだけですね。これだけで OK です。じゃあここ終わりかな。はい、3回クリア。行きましょう。ここで武器を変えます。壊れたソーブレードです。壊れたソーブレードは、パワーシェイカーとの相性が抜群です。ここでパワーシェイカーを上げましょう。武器とか防具上げてもいいんだけども、まあパワーシェイカーが一番いいと思います。おすすめです。でエンチャント入れましょう。壊れたソーブレードに毒の雲2ですねと蜂を1で入れます。はい、この毒の雲が、うまいことを雑魚処理してくれるのでいい感じなんだよね。 OK、 とにかくパワーシェイカーを使ってガシガシと攻撃してあげる。で、熱くなりすぎないようにね、ここだけ注意してください。熱くなりすぎないように攻撃をしてくださいね。 OK、 はい、終わり。ソーブレードちょっと攻撃できなくなるので、そこだけ注意してください。まあ慣れれば大丈夫と思います。はいはいはい。で次、まあ、炎を吐かせないようにね、なんか回ってくださ危ねえぞ危ねえぞ。炎を吐かれるととても厄介になるので炎を吐かせない、ね、これが重要です。OK、いやー、まあ、パワーシェイカー2回使うぐらいで倒せると思います。で防具を上げましょう。英雄のアーマーですね。英雄があるとだいぶ違います。でタンブルビーに入れましょう。タンブルビー、まあ、100% じゃないんだけども、蜂が 67% で発動します。この蜂がね、クリーパー処理に役に立つのよ。いきます。あっ、
ちょっと一気にダメージ与えなかった。はい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 。いたたたた、危ねえ。若干タイミングが よろしくない。大丈夫ね。よっしゃ、あー、よくねえよ。全然よくなかった。オッケー。でもまあいいでしょう。で、蜂をね、しっかりと出してあげる。それ重要。オッケー、いいね。ザコがうざい。ザコ、うっとうしいな。で、勇者系なんで、ポーションがすぐに使えるんで、それはいいところですね。次でいけるかな。いや、次じゃあちょっと足りないか。いけそうな気もするけど。よし、あー、若干残ってる。危ね、あ、食らってるわ。若干残った。はい、おしまい。はい、まあ、パワーシリカーの強いのがあれば本当に楽になるのでおすすめです。ここ報酬は別にいりません。先に進みましょう。で、ここね、ここは武器を上げましょう。機械仮想ブレードの90、まあそれなりの攻撃力になると思います。で、ここイリュージョナーが出ます。イリュージョナー、ここで戦うようにしましょう。この橋の上で戦うとものすごく戦いやすいと思うので試してみてください。この橋の上が絶対おすすめです。本物が来るからね。はい、来た。あ、オッケー。はい、来た。本物がね、すごく分かりやすいのよ、この橋の上にいると。なので、戦う場所はそこでやってみてください。はい、あ、エンチャ忘れてた。エンチャ入れましょう。エンチャ毒の雲ですね。毒の雲がこれね、123で全然火力が変わるので、毒の雲は強くしていってください。 OK、 いいね。おっしゃ、矢が嬉しい。矢はものすげえ嬉しいな。報酬何もいりません。そのまんま進んでいきましょう。あー、パワーシェイカーがちょっとよろしくない。パワーシェイカーがちょうど使えなくなってる。パワーシェイカー使える状態にしてポイントにね、行きたいところなんですけども、まあ、ちょっと再使用時間でしたね。で、こいつら意外と動きが早いので蜂を出してあげると動き早いのよこいつ。で、10回が終了です。で、ここで乱射のクロスボウを取ってください。乱射のクロスボウですね。で、エンチャント入れていきましょう。虚無ですね。1入れとけばいいと思います。で、溺れたネクロマンサー落としましょう。パワーシェイカーつけてバババッと打ってあげれば落ちると思うので。あっ、あ、ダメだ。ダメだった。落とす前に倒したわ。うまいこといけばね、一発でノックバックして落ちるんですけども、落ちませんでした。まあ仕方ない。よっしゃ、どこ行く。逃げんな逃げんな。終わり。11回クリア。次に行きまーす。ここ汚染された種ですね。種と蜂を交換してあげてください。もう蜂はね、まあ、タンクにはなるんだけども火力にはならないので、俺はこっちの方がいいかなと思って持っていってます。では行きまーす。よっしゃ、よし、まあ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 、ぼちぼちかな。あんまり意味はないかもしれないけども、虚無を入れてあげて、
ドラで叩いてあげるといいですね。あ、ドラとあのパワーシェイカーね。はい、行きまーす。キョンのドラ。よし、まあ、トゲがあるのでそれだけ注意してください。トゲものすごく痛いので、 HP はある程度高めを、維持してあげてると安心ですね。はいはいはい、一応使っとった方がいいかな。結構ゴリッと減るんで。はい、虚無ドラ合わせるかね。あ、まあまあまあそんな減らんかったか。 OK。 んーでここで違う怒りを使うときはランタン取ってたけど、ここは何も取りません。そのまんま進んでください。いきましょう。でエンチャント入れましょう。タンブルビーですね。これで 100% 発動するようになります。戦い方はもう小文字書です。よし、あー、ちょうどいけなかったか。ちょうどいけるかなと思ったんだけどな。はい、行きましょう。もうね、戦い方はずっと一緒です。虚無を入れてドラ、そしてパワーシェイカーで叩く、もうこれだけですね。報酬いりません。このまま進みましょう。でエンチャントで虚無を、そんなに意味はないけど、に入れてます。おお、まあ、若干なるとね、火力は上がるん で雑魚出てきたら足止めをして指で倒していくのがいいかな。これ結構強いのよね。あのこの振り下ろし意外と、範囲広いです。ものすごい広いなので注意してください。このね、振り下ろしものすげえダメージ食らうんで、これだけはね本当に注意して戦うようにしてください。よし、で次ドラを入れていい感じにいけるかな。 OK、 来い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 。あぶね、なんかそっち行けないぞ。なんか動きが変になった。ああ、なるほど、これが下にあるからか。終わり、危なちょっとギリギリでしたね。はい、まあ、クリアです。リープリーフの攻撃もらったのがちょっとよろしくなかったですね。はい、でここで登山装備に変えていきましょう。んで金細工で機械化装ブレードを上げます。まあ、ソーブレードがね今回結構使えると思うのでおすすめです。あ、エンチャント入れましょうね。ポーションバリア、そして霊気です。うん、ポーションバリアはまあ3欲しいんだけども、とりあえず2で OK です。霊気の方がここは重要だと思います。うん、まあどっちでもいいと思う。霊気じゃなしに防護を入れるでも、防護でも全然 OK。 よし、来たぞ、行きます。危ねえ、よっしゃ。でもこのパワーシェイカーでね、行くとね全然楽に勝てるのでいいですね。 OK、 この次とかも結構楽です。まだ深い、よし、16回クリア。次行きまーす。報酬いりません。でここ伸びですね。サクッと倒していきましょう。まあサクッともいけないんだけども、よし、 OK、 いい感じ。ここねレイズ本当に通しいけ、あー OK、 よっしゃー。ここね、ほんと注意するのはタワーレイズ、あいつの
ダメージがマジでね、おかしいぐらい食らうので、タワーレイスだけは要注意です。よし、OK。もうおしまいですね。終わりか？あ、いや、まだいた。お前がいたんかい。17体クリア。次に行きまーす。ここでバーストクロスボウを取っていきましょう。めんどくさいよね、こいつはね。本当にめんどくさい。はい、虚無テンポ連鎖反応、これでいいと思います。で、防御1、まあ弓をちょっとそこまで強化せずに防御を入れていくっていうのもいいと思います。防御多めにね。よっしゃ。もうね、本当にね、テンペストはやめてほしい。こいつほど面倒なやついないもんね。よし、オッケー。いけるか。多分回復するでしょう。こいつ、よっしゃ、いきまーす。いけ。まあ、おっ、どう、はい、まあ、こんな感じで倒してます。長い。いやー、時間かかるわ、本当に。こいつばっかりは。では次に行きましょう。本当に時間かかる。ここ何もいりません。まあ、あの雷の杖もいいんだけど、ソウルがねもうたまんないのよね、そんなに。なので俺はもう取らずに行ってます。はい、行きましょう。 OK。 はい、出てきました。よし、オーブレードだったらね、結構早めに倒せるんで大丈夫ですね。ロー、オッケー、終わり。まだか、意外と出る。はい、19回おしまいです。で、ここで森の矢筒変えていきましょう。で、もうちょっとね、おしまいですね。待って、エンチャント棒を入れてください。ここのね、エンダーセント攻撃力かなり高いです。なのでちょっとでもね、軽減してあげた方がいいです。よし、エンダーセント来た。行きましょう。よっしゃ、ダメージ、ダメージ確保で敵地に行った方がこれはいいかなと思います。よし、ちょっと待って。よっしゃ、行くぞー、終わりー。はい、では20回クリア。次でーす。もう次ラストですね。防具変えていきます。英雄です。まあ、別に何も入れなくてはいいんですけども、まあ一応霊気と最後の叫びです。何度かやられてる人はライフブースト入れていってもいいと思います。はい、では行きましょう。お戦い方はいつも通りです。おお、結構エッジ高いですね、これ。もうね、この指と近接を交互にやってあげると、ずっと攻撃してると熱くて攻撃ができなくなるんですけども、攻撃ができなくなるくらいで指を入れてあげると継続して攻撃ができるので、お得ですね。じゃあ OK。 もういい。投げ
いよ本当に。長い長い。終わり。はい、ということで完全攻略でした。どうしてもやっぱ25分ぐらいはかかります。長いんだ。まあ怒りで行けばもう少し早く行けるのかな。でも怒りで行くと結構難易度高いのよね。なので俺はこのやり方が無難かなと思います。では報酬見てみましょう。お、あ、いや、よくないなよくねえな。M51 爆発に、いやいやいや、全然ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。